さこんにちは、さあ豊さん、どうしました？なんか降りてきた、ね、なんか降りてきた、神が降りてきたということで、まあ、昨日の、はい、伝統の一戦、阪神対巨人戦の甲子園、はいはい、まあ、1対1、はい、まあ、阪神が追いつく形で、まあ、そうだね、はい、終わって、で結局、まあ、コールドゲーム、まあ、雨すごかったですからね、ライブで。いやあれはひどかったな、びっくりしました。お客さん大丈夫だったかなっていうようなね、なんか一部ではね、ちょっとあの関西エリアでは氷も降ってきて、そうだな、はい、で雷もすごかったので、やっぱりまあこれ以上続けて危ないというところで、まあ、ちょっとな、怖いよな、氷、はい、なんていうのはな。そうですね、ただ決着見たかったですけどね。まあな、いい試合だったなものすごいいい試合でした。まあ、山崎よりも、はい、やっぱさすが受賞しただけあって粘り強いピッチングしてたし、うん、はい、バッティングなんかノーステップでな、そうで、村上から打点上げてないな、山崎よりが初めて打点上げたという去年からね。そうですよ、あのタイムリーで1点取って、はい、ただ阪神も終盤ですよ、まあ、ただ逃げ切るかなっていうふうに思ったけども、はい、ダイソー上だね。そうです、あれ、糸花選手、まあ、犠牲フライ でダイソーフライ、ダイソーで帰ってくるんですけれども、豊さんはこのシーンを非常に神プレーだと。まあその前にランダムプレーだな、はい、いやいや、ピッチャーゴロで飛び出したんだよね。はい、そうですね。で山崎伊織が追っかけていって、セカンドの方に追っかけようとした時にサード側に逃げたんだよ。はい、引きつけといてね、はい、まあ、これもうまかったよ、ま、これなぜかというと、はい、ここに距離感があるから、セカンドからピッチャーの間って距離感がなかったから、もう逃げるスペースがないんだよ。だから起点を利かしてサード側に逃げたんだよ。そうです、ね、逆を取って、はい、で山崎伊織が坂本に投げた。だから坂本はこう追っかけようとしたんだけど、うん、バッターランナーのあれ木浪だったかな、木浪が、はい、走ってくるのが分かったんだよ、はい、それを吉川に投げたんだよ先に、はい、これなぜかというと、バッターランナーの木浪をタッチしたらアウトにしようとダブルプレーを取ろうとしたんだ。いわゆるその上田選手と木浪選手両方ダブルでアウトを取ろうと思った。そうそうそう、で、あそこはセカンドにまず投げた。投げた、はい、そしたら戻ってきたのを坂本が取っちゃったんだよね、うん、ランナーここにいるのに。そうなんです、あれをスルーしてたらキャッチャーが待ってたんだよ、サードベースです、はい、そしたらアウトになってたんだけど、うん、やっぱ取っちゃうわな、野手はもうボールは反射的に取っちゃうんだよ、取っちゃうんだよ。で、取った、そしてタッチをしようとした、かいくぐった。そうなんです、それで生きたんだよ、はい、やっぱここら辺のやっぱ上田の粘りと起点、はい、で坂本がやっぱ高度なプレーをやろうとしただけに、はい、ちょっとボケ取った部分はあるな。そうですね、はい、ただいろんな OB の方が、まあ、あれはちょっと欲張りすぎたよねっていうこともあるし、いや欲張りすぎたけど、はい、やっぱ坂本レベルだったらそうするよね、まあ、例えば吉川が取ってもこのタッチの仕草だけでもいいんだよ、そしたら触れたらアウトだから、はい、それから投げてもよかったんだけど、でもやっぱり吉川の心境としたら、やっぱ一つ取らなきゃいけないっていうこともあって、うんうん、でやっぱこういつ投げてくるかわからないから、ランナーに目がいってないんだよね。あ、坂本っていうのはこうやって目、うん、見えるからさ、うんうん、あ来たと思ってパッと投げたんだ。だから起点が効くのと、やっぱこうそこまで余裕を感じられなかった。あれ、吉川選手が投げた時っていうのはサードに投げようと思って投げたんですか、それとも坂本選手に投げようと思ってあれ投げたんですか。いや、それは分かんないそれは両方取れてるから。あ、そうか。で、坂本選手は後ろは目がないですから、いやだから一瞬投げて、うん、あ、ダメだ、うん、アウトにできなかったっていう焦りも多少あったね。そうか、だから後ろに サードにそのキャッチャーがいたということまでは把握、ちょっとそこまでは追い切れてなかった。ちょっとそこまでは追い切れてないと思う。ただランナーがここにいたから取ったらすぐタッチできるって。でも上田の起点が効いたな。そうですよね、まあ、それでサードに残ったんだよ。はい、ね、そして糸原選手ですね。はい、ね、まあ糸原はなんか仕事するかなと思ったら、はい、あそこによくジャイアンツも守ってた、ですよ、ね、もう俺は打った瞬間にヒットだと思ったけど、はい、やっぱりね、阿部監督になってよく研究されてるよ。あれ、もうちょっとこういう風な感じでっていう風に位置の指定があったんですね。いや、それと宇宙間に寄ってるんだよ、ライトかなり。ああ、そういうのも徹底して。それでも宇宙間に飛んでるんだけどもさ、はい、だけどそれを肩のに佐々木が取って、はい、まあ、ちょっと体勢が悪かったけど、投げるのはちょっと時間かかったけど、あれだけ浅いからね、うん、でもタッチアップした。そうなんです、ね、セーフという。セーフです。一応リクエストも
まあ、したけどね、はい、いやだけど俺びっくりしたのはまずここですね。もう上田が頭から突っ込んでくる、はい、あタイミング的にはセーフだなと思ったんだけど、はい、左手をこう引いてるんだよね。右手一本で行った、右手一本で行ったんだよね。これはどういうことなんですか。いややっぱライトからこう来るでしょ、はい、そしたらタッチするのは左手なんだよね。そうですね、うん、一番早くタッチできるっていう普通に考えたら、はい、でもその左手を引いてるんだよ。で右手だけで行ってんだよ、うん、もう鳥肌もんだったね。もうそれはもう見た瞬間に豊さんあればすぐ分かったんですか。左手引いたって、うんうんうん、あ分かった。そうだったんだ、うん、うわーすごい、いや素敵なプレーしたなと思ったよ。確かにあれはセーフになりましたもんね、うん、結局だからタッチするところがなくなってんだよねキャッチャーとしたら一番最初に。そうか、うん、だから、まあ、タイミング的にもセーフかなというふうには思うけども、まあ、だけどあの引くっていう感性が素敵だな。あれってあの教えられるものなんですか。いややっぱり自分で考えてるんじゃない。引いたスライディングの練習なんかしないからね。危ないし。あ危ないです。いや危ないよそれは。そうね、いやだけどもう上田のダイソーとしてのやっぱプライドというかさ、こ、うん、れはやっぱすごいプレーだったな。そうですね。だからあそこでやっぱ上田選手をダイソーに出した岡田監督も良かったというか当たったというか。まあいろんな選択肢があったんだけどもさ、はい、ダイソーのね、うん。でも上田っていうので正解なんだよね多分ね。そうですよね。うん、あれ豊さんあの。ホームに突っ込んでくるあの紙走塁は豊さんだったらやっぱり右手一本で行きますか。反射的に俺だったら頭から行ってないかもな。足、いや足じゃなくて逃げながら左手でバーンと端っこを払うかも。あーホームベースにちょっと逃げて、そう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 、体を逃げさせといての払う感じ。あーライトがね、はい、うん、そうかそうか。あのレフトだったらそうするかもな。ライトだと飛んだ位置によってもちょっと違うんだよね。だ飛んだ位置によってタッチアップの選手っていうのはどういうふうに突っ込んでいくか体勢までやっぱ考えながらホームへ走っていくわけなんですね、うん、だからやっぱもう必死な時っていうのはやっぱ頭からいくよ、うんうんうん、だから上田っていうのは上田ダイソーっていうのはもうあのなんて言うんだろう、もう必死だったんだろうね、うん、もう間一髪になると思ったんだろうね、はい、まああの頃からちょっと雨降ってたかちょっと湿っぽかった。そうでもないか。いや、まだですね。まだだよな、うん、まだね。その午前中とかも降ってないのか。また降ってないです。あ、うん、じゃあ下は走れる状態だったらね、うん、はい、まあだけどあの走塁っていうのは久しぶりにいい走塁を見たなっていう風な感じがしたね。そうですね。とかまさにあの回にいろんなものが野球のいろんなものが凝縮されてたなっていう。そうですよね。だからまあピッチャーにまずピッチャーがランダムプレーの時に追っちゃいけないんだよ。あんまり関与しちゃいけない。あ、関わっちゃいけないんですね、うん、だから関与する時間がを上田が作ったという止まって。なるほど。だからどっちに投げようかどっちかに追い込まなきゃいけないから、はい、逃げたら逃げた方向に対してピッチャー投げればいいんだけど、はい、でもどこにも投げれない止まった状態で山崎陽次を引きつけてたっていう。それもで逆を取ったというね。な逃げれるスペースが大きい方、はい、もうそっから物語が始まったな。そっからだったんですね。なんか一冊の本が書けるぐらいで。本当そうですよね。ドキュメンタリーができるような。だけどあれワンアウトだっただけに、はい、一つ取ればね。よそうなんです。ね、うん、1対0になってたかもわからないけども、はい、まあでもこれは敵をあっぱれという上田あっぱれっていうしかないよね。そうですよね。あと、山崎伊織選手その前の回かな、1対0の時に巨人の攻撃の時にチャンスで、あそこで代打を出さずにそのまま阿部監督は山崎伊織投手を打席に立たせた。あれはあの判断で OK だったんですか。いや俺はいいと思うよ、うんうん、これはやっぱ6連戦が始まってて、はい、で、ね、やっぱ登板過多になってて、うん、中継ぎもね、はい、で山崎よりっていうのはやっぱ一本立ちしてほしいし、うん、やっぱ最低7回とか、うん、うーんそういうのはやっぱ考えてると思うよ。それと1対0で、うん、やっぱ変えても他のピッチャーもプレッシャーかかるしね、はい、でもう1回っていうのは考えたと思うよ。 そうか、うん、それとあんまり点を取られないんじゃないかなっていうような感も働いてると思うんだよね、うんうんうん、だからそれは俺は正しかったと思うんだよ、うん
んですけど、うん、ただそれ以上に上田の走塁が勝ったというねっていうことなんですね、うん、だからまあそういう駆け引きとかね、はい、投手交代とかも含めて、うん、まあなんか面白かったな昨日は。面白かった。1対1、うん、まあでも仕方ないかっていうような思いがあったよ。だすごいいいプレーが詰まってたゲームだったし、はい、そうですよね、まあ、締まったゲーム やってくれてたしね。そうですよね、うん、だからまあ雨には勝てないということだよね。確かに。なのでね、この借りは今日から今日明日という風になっていくわけですけども、いやまあ楽しみだな。ただやっぱちょっと心配だったのが阪神、うん、まあ、打線打順をまた元に戻してきたんですけど、はい、昨日はチャンスで2回佐藤輝明選手のところに回ってきたんですけれども、そこで打てないっていう、チャンスで打てないっていうのがあったり、まあ、チャンスでいつも打ってたらさ苦労はしないよ、まあ、そうですけど苦労はしないよ。ただやっぱファンはやっぱりどうしてもね、佐藤輝明選手だったり、まあそうだね、大山選手の状態気になると。でもねこれシーズン終わった時には、うん、トータル的なものとして、うん、多分数字は残ってると思うよ俺は。なるほど。だから騒がない方がいいな。ただ阪神、まあ、ただ心配だよね。心配なので、うん、このじゃあ阪神のちょっと三人衆に関しては、はい、また別動画でちょっと豊さんにちょっとどうなっちゃってるんだろうという、誰と誰と誰で、大山選手とそれから佐藤輝明選手とあと森下選手、この3名。なるほどね、はい、まあ、昨日最後はね佐藤輝明選手あのランナーなしのところでヒットは出たんですけれども、うんうん、やっぱそのチャンスでっていうところで三振だったりとか、それはチャンスだ、チャンス向こうはピンチだったら必死だからな。まあそうですね。でやっぱりチームの状態もあるわな、うん、打てる打てないわ。まあそうなんですよね、だからまあそういうことも含めてまあ話しますかね、うん、じゃあお願いします、はい。